算数理科社会のテストをしました。小学校6年生のテストでございます。合計400点満点、真のバカを決めるということでやっていますが、じゃあまず、高橋先生からですね。じゃあ何からいきます。じゃあ4科目の全員の平均点聞きましょうか、うん、あ、出てる。な400点満点中全員の平均点が何点だったか。なるほど。何点だったか。あ、ちょっと待ってください。ちなみに難しかったですよね。難しかった。400点中300点取れてる自信がある人。ちょっと待って、300点っていうことは1科目何点なの。75点。あ、はい。お、すげえ。マジで。すげえな。マジで。あんな余裕な、なんか。いや、でも僕余裕な顔。僕は自己再現点グダグダな男だから。じゃあというわけで、じゃあ平均点は何点ですか。個人の、あ、すいません、個人で平均。いや、全員、全員の全体の総合点の平均。総合点の平均点は、287点。おお、結構高いな。結構取ってんだ。高いっすか。70点ぐらいは、70点ぐらい取ってるってことだ。50以上ではあるってことだね、70点、うん、70、20。ちなみに、まあ、100点の評価ってありますか。100点満点ありました。1人いました。すごい。はい。いや、思ったより少ねえ。でも1人なんだ。じゃあ、というわけで、最下位7位なんで、6位から発表しましょう。6位から発表していきましょう。はい。点数も一緒にできたら。はい、先点数って先点数。はい、じゃあ、こうしましょうか。全員座って、立ったら抜けていきましょうか。はい。あ、じゃあ。じゃあみんなちょっと高橋先生にもらって。うわ、抜けてー。6位から。もう最下位じゃなければいい。超抜けてー。じゃあ6位からお願いします。はい、じゃあ6位、何点。251点。え、6位で251点。割と詰まってる、ね、でもそりゃそうでしょ、平均価値。これで評価、それぞれの評価のあれとかもいいの。まあ、後で、後で。251点、上田さん。おお、バカでは、バカでは、バカだ、バカだけど、バカだけど最下位だな。やっぱバカ。でも結構バカ、結構バカ。じゃあ国語何点ですか、上田さんは。上田さんは、吉野さん、国語は、91点です。おお、算数、算数がなんと、一番下の33点。本当にできてると思った。男性33点。他は他は、理科が61点。おお、下から2番目です。下から2番目。社会が66点。中盤、真ん中ぐらいです。算数が、じゃあ算数でガッと下がった感じですね。うわー、いや、まあすげえバカだけど一番バカではない。でもセーフですよ、ある意味。ある意味セーフ。良かったっすね。じゃあ行きましょうか。もうさ、5位。はい、5位と4位が接戦だったんですけども、5位、283点、羽鳥さん。おお、抜けた、抜けた。国語は、5位で87点。5位。すげえ。まあまあ、算数も5位で58点。ああ、で理科が、トップで82点。うわー、理科トップで5位。ダサい。社会が5位で、56点。いや、じゃほとんど5位の男だ。そうだ。でも理科でなんとかしたんだ。理科すごいね。理科すごい。さすが。なんかすごい、みんないいですね。なんかいいとこ褒める。いいとこね。すごいなのに。理科ね。緊張してる。うわー、緊張してる。もうそろそろ抜けたい。そろそろ抜けたい。ここの戦いだよ、多分。いやー、政治家も怪しいと思う。いや、僕結構本当怪しい。じゃあ次、じゃあ4位。はい、4位。4位、真ん中ですね。はい、4位、284点。さっきの羽鳥さんより1点上。あれ、俺何点なんだっけ。251点。だいぶ下だな。4位、284点、33。おっしゃー、おー、1点差。おー、1点差。おー、1点差。おー、33、国語、2位が2名いまして95点。おー、すごい。算数が62点。で、4位。
4位、理科が3位で72点。お、理科思ったより取れてる、理科思ったより取れてる。で社会がちょっと足を引っ張ったかもしれないですけど55点で6位。あ、全然ダメだダメだ社会昔得意だったんだけど、でも理科結構できるのね。あ、おー、よかったよかった真ん中に抜けた、イエーイ、じゃあ3位お願いします。はい、3位が289点。おお、佐藤さん、うわー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 。佐藤さんへ、国語が74点で最下位。もう二度と、ちょっと二度と文章語んなよ。二度と文章語んなよ。マジで言い回しとか語んなよ。算数が3位で77点。で理科が、はい、理科が5位で62点。で社会の方が、上から 2番目で76点。おお、よかった、社会。社会性ないのに。社会性ないのに。社会性ないのに。まあ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 よ、まあ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 。じゃあ、2位じゃあもう、こうします ?1 位結構、わさりさん硬いじゃないですか。絶対。1位から発表します。そう言われた時の、外した時のプレッシャー半端ないから。ちょっと、マジでやめよう。じゃあどうしよう、2位からします。いや、1位聞きたいな。 1位から見ます。どうします。いや、2位でいいんじゃない。いいんじゃない、2位で、じゃあ2位でお願いします。はい、じゃあ2位、4科目合計2位。あ、ちょっと待ってください、緊張して緊張して、誠治君とりょう君緊張して。2位、2位は2位、306点、誠治さん。おー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 おで、誠治さん、国語の方が満点。満点、満点、トップで唯一で、唯一満点の。おー、すごい、すごい、すごい。算数が、これもまた2位で93点。おお、すげー、算数93点、すごい、すごい、すごいな。で、理科が63点で4位。あ、ただし、社会の方が50点で最下位。いや、関係ないもん。いや、本当に社会は分かんなかった。関係ないもん、政治家。あ、すげえ、すげえ。すげえな。はい、じゃあ、それでは。怖じゃねえよ、怖じゃねえよ。まだ分かんないぞ。でもちょっとまさに余裕がある。じゃあ1位を、1位を発表しましょう。1位が、飛び抜けてまして、354点。おお、すげえ。2番目との差が約50点。すごい。最下位との差が110点。354点和西さん。おいおいおいおめでとうございます。おめでとうございます。すごい、すごい、すごい。さすがです、さすがです、さすが。そうだとは思いました。国語が、すいません、国語が95点で2位で、算数が97点で1位。すごい、すごい。1個ぐらいしかマジで。理科が77点で2位で、社会が85点で1位。あー、すげえ、あ、すごいな。やっぱ取れてる、すごい、すごい、すごい。じゃあ最下位のりょう君、合計は何点ですか。上田さんが何点ですか。上さんが251点。はいはいはい。で、りょうさんへ241点。あ、結構危ねえ、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 危ねえ。りょうさん、国語の方が87点で6位。理科、算数が44点で6位。理科が52点で最下位。で、社会が58点で4位。まあ、見る、特段見るとこない。アメリカ主要はないね。ちなみに、珍解答ありましたか。珍解答は、ですね、じゃあちょっと、あ、違う違う、あ、これ強化、強化になってる。まあでも、あれしましょう。ちょっと一回、はい、あの、珍解答とかまた後で整理して、うんうんうん、まあ、一番、まあ、じゃあ、和西さんとじゃ並んでもらって、うん、あ、じゃあ順番に選びましょうか、端から、うん、そうだね。じゃあこっちから取りましょう。じゃあ和西さん一番、こっちから1位にしましょうか。和西さん、誠治さん、はい、佐藤さん、三人さん、嬉しいな、上田さん、上田さん、嬉しいよ。じゃあこういう感じで、この3人のより前にいるのが嬉しいわ。いやー、やめたじゃん、これよかった。でもまあここ300点超えで、俺と佐藤さん何点違うんですか。
5点です。あ、ほぼ一緒だ。ほぼ一緒やん。ここの3人がじゃあほぼ一緒ってことですね。ほぼ一緒、はい、で、そこはちょっとバカで、大バカ野郎ということで。じゃあまあまあまあ。じゃあ、りょうくんなんか一言最後。あの頭良くないんだから面白いこと言って、ちょっと。締めてよ。今いいっすか、うん、お父さん、お母さん、夏美、ごめん夏美勉強しようね。はい。あと佐藤さん、高校災害だったんで、もうマジ文章について語らないでください。というわけで、じゃあ、はい、4月バカというか、うち編集部で一番バカはりょうくんと決定しました、うん、で一番頭いいのは和妻さんということで、うん、いや、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、よかったよかった。でも最下位じゃなくてよかった。みんな最下位の可能性あると思ってたでしょ。うん、マジで危険だと思う。ここまでは多分あったと思うけど。じゃあ、そういうわけで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。また何かあったらやりましょう。やりましょう。で、中学かな。中学の中学でしょ。はい。ちょっと、いい？これみんな返しちゃった。OK です。これ誰か書く人が